はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は酎ハイです。氷結の新しい味が出ました。福島さんの梨です。はい、福島さんです。ね。これよ。いいか、前々回だったかと飲んだ、なんだっけ、ジンロと、あと、なんだ、なんだっけ、氷結はですね、俺が原材料を書いてなかったということで、公表しましたけど、これよ、この日本の企業のキリンですよ。キリンの氷結。キリンさん、この覚悟よ。ね。韓国のね、焼酎は全くね、恐れて、書かなかった原材料書いてませんが、これはもう、福島さん、堂々とこの福島さんなしって書いてあるからね。すごい、これは。ある意味すごい。これの違いよね。うん。ここまでね、堂々とね、書くっていうね。福島さんのね、うん。あんまり評価がっていうか、普通に考えたら評判悪いですよ。福島さん。もう、それをね、わざわざ堂々と表記するっていう。それがすごい。うん。それを俺は買って、その心意気を買って、これを買ったんです。福島から始めよう。福島の元気と美味しさがぎゅっと詰まった梨の氷結です。果汁が 1.2%、アルコール度数が 4% です。原材料が日本梨果汁とウォッカと糖類と酸味料と香料。甘味料は使っておりません。福島県で収穫された梨の氷結ストレート果汁を使用して、ほんのり甘くてスッキリとした味わい。いや、これはね、ジンロとか韓国のね、アホな焼酎とは違いますよ。本当に。ここまで潔い。これと日本の企業ですよ。ただし、これね、当然のことながら、スーパーに大量に置いてありました。全然売れてる気配も、一つも売れてないような気配だったね。それ乾杯。梨だね。氷結。氷結。やっぱ、酎ハイはね、氷結が、はね、非常に美味しい。氷結は。氷結シリーズは安定の美味しさ。限定出荷。11月4日発売。ですね。ただね、氷結のストロングは多分あんまり美味しくない。ほとんど飲んでねえけど。甘味料使われてるから、飲んでないんですけど。この安定のうまさよ。確かにちょっとね、福島さんなしっていうと、悪いイメージしかないですけどね。
まあでも、やっぱり、隠してね、売るよかは、いいでしょ。ね、いわゆるさ、あの、虚偽ですよ。虚偽の、そのよくあるじゃん。なんか肉のさ、あの、牛肉使ってるとかって言ってさ、豚肉だったりとかさ、国産って書いてあるのに、外国産だったりとか。あるのに比べればね、全然マシでしょ。これはやっぱり大企業のキリンだからこそできる。もうサントリーは絶対こんなことしないね。100% しません。うん、しないでしょ。サントリーのあれだ、社長がチョンだからね。チョン人だから、もう絶対しないと思うよ。こんなこと。するとしても、ね、多分詐称するんじゃないの。表示を詐称して、虚偽表示でもするんじゃないか。普通の梨使ってますって書いて、山形県産梨使用とかって書いて、実はこう、福島産でした、みたいなのはありそう。だけどね。さすがキリンですよ。さすが社長が日本人なだけあるね。まあ、って言っても、俺、社長が日本人なのかどうかも知らないですけどね。多分日本人でしょ。まあ、日本人ですね、これ。代表取締役社長。磯崎、こうすけ?え?こうのり?わかんね。読めね。まあ、これ日本人だろ。見た感じ。サントリーの社長。ググってみる。サントリーの社長は、誰?チョンジンだろ、これ多分。これ違うの。これ誰だ?社長。代表取締役社長が新なんとか。誰だこれ?これチョンジンだろ、多分。あれ違うわ。新浪たけし。あれ違うわ。チョンジンだと思ってたけど違うんですね。会長は?サジなんたら。日本の実業家。あ、これもチョンジンじゃないんだ。へぇ。あ、ずっとチョンジンだと思ってた。サントリーのさ、あれ、社長さ、ずっとさ、チョン系列のあれだと思ってたけど、違うんですね。へぇ。初代社長が鳥居慎二郎。二代社長、佐治なんとか。四代社長、佐治なんちゃら。今の社長が、2014年で、社長変わったんですね。サジなんちゃらから、
2014年で、新しい、新浪なんちゃらっていうのに変わったみたいです。へぇー。で、歴代社長の鳥居慎二郎っていうのは、鳥居慎二郎っていうのは、なんだんだ、チョンジンか。鳥居慎二郎はなんだ、チョンジン？いや、わかんない。なんか怪しいけど。わかんないな。なんかいっぱい社長いるんですね。サントリーロジスティクス株式会社。いわゆるサントリーにも、結局あれなのか。複数会社があるのか、サントリーって。一口にサントリーと言っても。いろいろあるんですか？うん。まあ、その中の多分誰かがチョンジンらしいです。噂によると。噂によると、2ちゃんの情報によるとね、そうらしい。うん。です。よし。ということで、まあ、ね。評価いきましょうか。そう、ちょっとね、変えようと思った、これ。そう。これをですね、おすすめ度をですね、今回から変えていこうという、俺の新たなね、あれですよ、提案ですよ。何にするか。おすすめ度だとね、ちょっとね、問題がね、わかりにくい、なんか。結構勘違いしてる人がいかねんので、ちょっとね、変えていこう。ということでですね。今回からおすすめ度ではなく、今日が11月の8。おすすめ度じゃなくて、そう、これですよ。これですよ。買いと。これ分かりやすいだろ。おすすめというか。別に美味しいとかじゃないんだよ。美味しい度数じゃない。これは買いか。総合的に見て、これ、この商品は買いかって。買った方がいいのか。はたまた買わん方がいいのか。個人的に分かりやすい。絶対分かりやすい。うん。うん。買い？と。まあ、買い度はですね。うん。難しいね。まあ、キリンのね、あれです。心意気を買ったということで、二つ星です。さすがにね、福島さんですからね、買わん方がいいとは思いますよ、これは。あ、ただ、まあね、キリンさんのね、心意気を買いましたって。3、4、
32です。ご視聴ありがとうございました。まあ、さすがにね、癌になっても嫌ですからね。